若原選手はグローブは何を使ってますか？ウールさん使ってます。あれ一緒じゃん俺と。はい、一緒です。それなんでそのモデルを使ってんの？あの指の形わかります？フィンガー、あ、そうです、フィンガーサラウンドってやつです。フィンガーサラウンド、こう全部内にこう巻いてるやつだよね。はい、それが好きなんだ。はい、僕結構これが手にしっくりくる感じです。なんでそれが好きなの？いや、なんかキャッチするとき、結構こう、そのボールに対してこう、フィット感が。あー、面が広い感じがするってこと？はい。なんか結構詰める感じがあって、僕は結構好きです。それは、で、サイズは？サイズ何号ぐらい？これ9号です。9号？はい。ちっちゃめだね。僕もほんと手ちっちゃくて、もうこれ悩みです、ちょっと。手が小さいのはなんで悩みなの？なんか、もうちょっとでかかったら、もっとボール詰めるかなと思って。するよね。わかる。すっげえわかる。俺、ポルトガルの時12号のやついたの、手が。わ、すごい。ずるいな、正直。でも、俺思うけど、キャッチって、技術だから。手の大きさじゃないからっていうのはすげえ、フィジカルじゃないからって思う。そうですね。グローブ、あとなんか、他にこだわりある？こう、キュッてなってるやつあるじゃないですか。こう、指にこうしっかりフィットしてる感じの。うん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 。ではなくて、ちょっと余裕のある、ちょっとごわついてる感じが僕は好きです。ちょっとなんかそう、指が横に動く遊びがある感じで。はい。ああ、そうなんだ。はい。やっぱそれは十人十色だねっていうか、やっぱいろんな人にいろんな話聞いてても、グローブの好みはやっぱ面白いなって、バラバラだもん。あ、そうなんですか。俺は、グローブは、もう面が広いやつがいいな。ちょっと待ってね、そこにあるわ。俺は、もうこういう、なんて言うんだろう、フラットなのが好きなの。ああ。見づらいか。そう、なんか丸まってたりしないで、フラットなのが、結局こう開いた時に、ここの面で取れる感じがあるから。はい。俺はフラットなのが好きで、とか、ほんと人によって、バラバラだよね、それは。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。